皆様、ついに始まりました Vlog チャンネル、私の日常をお届けするというチャンネルができました。まあね、本チャンネルの方は、皆様にね、いろいろお世話になっておりまして、いろんな私をですね、公開しておりますけれども、日常的なことはこちらのチャンネルでいろいろお伝えできたらなと思っております。そこで皆様のご要望、まず1回目、ケアとメイクアップのルーティンというところで、私のいろいろなあれこれをご紹介していこうかなと思います。まずはね、スキンケアよ、早速いくわね。今日はスピーディーにいくわよ。これから仕事なので、まあ、スピーディーに、スキンケアしていきます。今お顔を洗った状態なんですけれども、このお顔を洗った状態からまずファーストステップ、こちらビオテルマの、ピグメンビオ H2O ホワイトのこのシルバーになっているグレーのタイプですね。これ色によってね、いろいろ変わるんですけれども、私ちょっとトーンアップ、くすみを払いたいので、こちらのカラーを自分に使っております。このビオテルマのね、このクレンジング水が拭き取るだけで肌のトーンアップをしてくれるというね、素晴らしい化粧水になります。クレンジング水なんですけれども、化粧水としてもお使いいただけるタイプのものになりますので、そうよー。こういう感じで。必ず首とね、この首横と首後ろまで拭くんですよ。顔ちゃんと洗ってるつもりでも、結果ね、私ですら洗い残しがありますので、ほら見てちょうだい。汚れ出るでしょ？もうこの汚れついたままスキンケアしてたらどう思う？恐ろしいでしょ？そうよ。この耳裏ね、ここの部分って加齢臭が出やすい部分って言われてるんですけれども、ここがね、皆さん拭いたりとか洗い残しがあったりとかね、洗わないっていうパターンもあるじゃない。ここ角質が溜まったりとかすることによって、ここね、シワっぽくなりますし、匂いも出ちゃうから。クレンジングは必ずこういう感じで拭き取っていきます。そこで次に、私最近ね、毛穴が気になるお年頃ということで、こちら BA のローションイマースでございます。これもまた私大好きでね、ツープッシュでしょ。まず手のひら全体に温めて、こういう感じでね、もうちょっと押し込む感じで、かなりスピーディーにやっておりますけれども、ここからツープッシュプラス、もう私はツープッシュいっちゃうわよ。お湯化粧水よ。お湯化粧水って、全体に、半分ぐらい馴染ませる感じですね。半分っていうのは、しっかりまだ馴染ませなくてもいい感じです。というのは、この後にね、シートパックやるんですよ。私、シートパックやる前に、もう美容液だったり化粧水つけちゃうタイプなので、で、ここから使っていくのがこちら。アンティポディスの、グローリチュアルセラム。C セラム。これはね、カカドゥプラムっていうビタミン C のね、100倍のビタミン C が配合されてる美容液なので、夏にすごいおすすめの美容液なのよ。そうよ。これね、ゴールドパールが入ってるの。素敵でしょーん。ほら、オレンジみたいな。まず、ピーンと張りを出したいところにまず塗っとくんですよ。こうやって置いとくの。私は、こちら、ファミュのルミエルバイタルマスク。というですね、これはルミエールのバイタル C が上についている、シートマスクなんですけれども、まずこの美容液をね、使うと思いきや今も美容液塗ってるじゃない。なのでまずシートパックを私は先に乗せていきます。2枚構造になっておりますので、このメッシュは取るんですよ。このメッシュのね、取り方がわかんない方とか、メッシュつけたままつける方いらっしゃるんですけれども、メッシュは取って使用するものになりますので、こういう感じで、私はシートマスクは真ん中からブワッとこうつけるタイプになります。そうするとね、気泡が一瞬でシャッと上に。もう朝時短でさ、時間がないから、こういう感じでね。こっから手に今ついたやつは必ずね、この首後ろ、耳、ここまでつけます。で、ここから、あ、ないわ。ちょっと待ってて。そうよー、忘れもしちゃった。電気バリブラシの新しいやつに、私はちょっとね、もうアベンウォーターでね、やるんですけれども、今頭が濡れた状態なんですが、もうちょっと湿らせていこうかな、こういう感じで。パワーは私マックス。マックスで痛いっていう人いるんですけれども、私も痛いですね。やっぱりね、綺麗になるためには痛みは伴うんですよ。そうなの。人生もそうじゃない。苦しければ苦しいほど幸せを感じるのよ。そうよ。私はもう全体にまんべんなくこういう感じでね、
こう溶かしていくんですけれども、ここに LED とかね、いろんな青色と赤色ライトがこう混合しているタイプのものなんですけれども、こうやってね筋膜をねちょっと緩めていくんですよ。こういう感じでこの耳周りもねすごい大切でしょ。そうよ、頭の後ろもね、この部分が詰まっちゃうと首が短くなっちゃいますので、この部分必ずやっていきますよ。首ね、胸鎖乳突筋、ここね、ここ詰まっちゃいけないからね。本当はね、これはもうボディ用もあのアタッチメントついてるんですけれども、今日はちょっとボディ用はやらずにね、あのフェイスから首まで、私もうここがスッキリしてここがシャープなだけで、もう見た目年齢が10歳ぐらい違うと思っているので、とにかくここのフェイスラインをまず出すという意識で、こうしてるうちにね、どんどん下がってきちゃうんですよ。なので私はこうやってまた上げて、目の下ギリギリまでこうやってね、で少しだけ今2分ぐらい経ちましたでしょ。そうすると乾いてくるんですよ。その時に私のやり方なんですけれども、こちらルミエールのバイタル C がついてますので、このルミエールバイタル C をこっから足すんですよ。中に美容液がこうやって入ってますから、中にね入ってますでしょ。これを私はこの部分にね追加するんですよ。必要なとこだけ追加していく。じゃあ中心がやっぱりちょっと私は必要なので、こういう感じでね追加して、でここから私は半分下ろして、こういう感じで、あーチクチクするわー、チクチクするわ、痛いと思ったら水かけるの。だいぶ引き上がって、今もうおでこツルツルでしょ。もう全部引き上がってますから。そうよ。あ、ちなみにこのスキンケアする前に私ね、ピラティスをしました。自宅で。なので、全体的にぐわっと引き上がっております。そして私、次はこちら。で、お水濡らして。もうすごいいい感じでしょ、もうすでに。上がれーって。まあ、この前ね、ちょっと私の YouTube チームとね、いろいろお話し合いがありまして、私何歳に見えるって聞いてみたの。33歳って答えるようになりました。まあまあまあかしら、だから何なんだっていう話なんですけれども、世間的にはあそれぐらいに見えるのねっていう、私のすっぴん33歳なんですよ。こういうこの毛穴を収縮する効果もありますから、このライトでね、あと鎮静効果もあります。この部分もねスローでこうやってやってあげると、あのちょっと鎮静してくれるんですよ。はい、終わりました。これを止めますね。シートマスクはまだ湿ってるんですけれども、湿った状態で剥がすっていうのがすごい重要で、私ちょっと貧乏症なので、これをね、肘裏とかね、肘裏みたいな。もうプリップリな状態になっております。今全体に保湿をしました。で、全体から、ポイントポイントでそのパーツで気になる部分がありますので、パーツごとのケアをしていきます。まずこちら、コスメレコルテの IP ショット。これおなじみでございます。私もう超お気に入りですから、こういうね、米粒半分ぐらい、これをこういうとこにね、こういう感じで塗っていただいて、これでメイク前に使っても大丈夫な美容液になります。これもうね、4本かなリピートしております。そしてこちらハリッチの L ショットクリーム。私ほうれい線がやっぱ気になる、こっちだけちょっと濃いの分かります。ほんとちょっとだけなんですけれども、この部分にね塗っとくと、天然の針が入ってますので常に刺激をしてくれるということで、ほうれい線がどんどんふわっとふっくりしてくれるんですよ。あとは目尻のねこの部分にも、薄く夕方になってくると顔落ちてきますでしょ。そうするとここにねシワが結構ね出てきますので、そうよー、これだけもう、これでもこの L ショットの効果すごいですから。そして、お顔全体にはこちらアンプリチュードのフェイスプロテクター、これ SPF50 プラスに PA4 プラス入ってますので、プロテクション効果はマックスでございます。私は適用量しか載せないんですけれども、このパール粒一つ部分ですね、大パール、これを全体にこういう感じで温めていただいたら、中心からこうやって押すような感じで載せていきます。でこうするともう手のひらの方にもクリームがついちゃうことによって、
ちょっとお顔につくのは薄いんですよ。薄いの OK なの。お顔全体にはこうやって薄く伸ばしていくんですけれども。で、必ずやるのは私、日焼け止め皆さんこっちばっかつけるでしょ。ここほぼ意味ないからね。意味あるんですけれども、焼けやすいのこっちだから。まずこっちをやってから、こっちですからね。だって前と後ろで黒いの後ろじゃない？そうよ。そしてもう一回ね、これで撮っていただいたら、これをさらに、乾板が出やすいとこ、日焼けしやすいとこだったりとか、このシミがね、出やすいぞ。で、私は、毎日サングラスをするので、ここにね、ここ、サングラスから抜け出るここが結構日焼けしちゃうんですよ。ここ重くしていきます。スキンケアがこれで終了いたしました。だいぶお顔が整ってる状態で33歳に見えるかしらっていう感じです。で、ここからメイクアップに入っていくんですけれども、今日はね、何を使おうかというか、これ私のメイクポーチなんですけれども、いつものルーティンでいっちゃいますね。まず、こちら、NARS のラディアントクリームカラーコレクターを使っていきます。これはマオレンジの、ね、カラーコレクターなんですけれども、このカラーコレクターをくすみのある部分だけにのせていきます。ちょっと鏡使うわね。まずは、ここに、このマオレンジなんですよ、こういう。色を補正したいところだけこうやって点を置きしていきます。わかる？これ指でね、ぼかしていきますよ。このくすみの部分にこういう感じでのせていくんですけれども、こうするともう私コンシーラーいらないぐらい綺麗で隠れるんですよ。クマの色によってはね、いろいろこのカラーコレクターのカラーバリエありますので、ここはおのおので調整してちょうだいっていう感じ。こうやって薄くなったの分かります？薄くするのよ。そうよ。おなじみよ、これ資生堂のコンシーラーね。もうこのコンシーラー大好きだからずっとこれ使ってる。で、今日はね、日常的な肉眼で見えて、まあまあ綺麗かなっていうレベルにしたいので、指でこうやって取っていきます。指で取っていったら、こういう感じで薄くね、もう超薄く重ねていきます。もう塗ってるか塗ってないか分かんないレベルで、こういう感じで。まずは、私、ここにくすみが出やすかったり、彫りが強く出るタイプなので、ここのくすみと彫りを取っていきます。ほら、なんとなくちょっとフラットになったの分かる？で、こちらも、このフレームゾーンから、まあ、三角ゾーンにこうやって伸ばしていただいて、で、ここからここの彫りを取ります。で、そのまま小鼻に伸ばしていく。もう指に薄く余ったもの。分かる？綺麗になった。でも、クマうっすら透けてるの分かる？これがいいのよ。ここが正解着地点よ。で、こういうちょっと気になるシミの部分はこうやってね、スタンプとかでこうやって乗せていただいて、ベースにカラーコレクターが入ってることで、コンシーラーね、薄くで大丈夫なんですよ。ずっと忙しかったからさ、忙しいって私何年忙しいんだろうって感じなんだけど、もう本当に肌がね、そろそろちょっと美容医療やらないと、間に合わない感じになってきてはいますけれども、でも自力でやっておりますよ。やっぱ日頃の生活習慣とかお手入れと心の持ちようよ。人がどう言おうかどうでもいいのよ。もういろんな人いるじゃない、圧かけてくる人とかさ、陰でこそこそ、私も陰でこそこそ言われてることすらも分かんないんだけど、どうでもよすぎてご自由にどうぞっていう感じなんですけどね。ほら、すごい綺麗でしょ。そうよ。これぐらいがちょうどいいわけ。私はもうコンシーラー全体っていう感じで、まあファンデーションを乗せる際には、立体感出したいなっていう時だったりとか、もうちょっとコントラストつけたいなっていう時は、ファンデーションをつけるんですけど、今日はもう本当にただ肌が綺麗に見えたいだけなので、こういう感じにしていきます。NARS のね、ライトリフレクティングフェイスパウダー。もうすごい使っちゃってるでしょ。こうやってね。で、こういうちょっとドーム型の頭のやつなんですけど、この中にこうやってちょっと入れ込んでいきます。私はなんですけれども、皮脂の出やすい部分がもう分かってるんですね。その部分にこうやってもうね、仕込んでおくんですよ。季節によって乗せ方変わったりします。今はもう細かくこうやって入れ込んでいくんですよ。わーって。もう超表層だけさすってるだけよ。皆さんね、フェイスパウダーの乗せ方も全然効果変わりますから。こう、なんか、こういっちゃったりとかすると、ね、またちょっと意味合い変わってくるからね。いい悪いじゃなくて、意味合いが違うんですよ。で、男性の場合はね、
ヒゲがあるからヒゲの中が光ってると不潔に見えるんですよ。だからヒゲの中を皮脂が出てこないようにこうやってちゃんとパウダーを入れ込んでいく。こう2ブロックになってるかな。ここ光ってると若い子はいいんですけど、ちょっとお年を召してる感じの方が光ってると汚く見えますからね。不潔に見えるから。私ちょっと喋りながら疲れたからフェイスポインターで剥がしていくわよ。こうしてる間にも顔が落ちてくるんですよ。で、こっから、次、眉毛に行きます。いや、私、もともとベースにちょっとだけアートが薄く入ってるんですけれども、まあ、そのアートを活かしつつ、今日はナチュラルに見せていくために、アンプリチュード。このね、眉尻のとこだけ、線っぽく、埋めないでね。足りないとこだけ、一本ずつシュッシュッシュッとこうやって入れていく。シュッシュッシュッと、もうこれぐらいですね。ちょっと変わったの分かります？ちょっとこの真ん中に間があるの分かる？間があった方がいいんですよ。埋めちゃうじゃん、みんな。埋めてもいいんですけどね。今日は埋めたくないの、私。こうやって。こう曲がっていいの、ここで。曲がっていい理由は、こっからマスカラするから。アイエディション。エデュッセ。こういう感じでね。まあ、撮影の時はね、ブローワックス使う時多いですね。マスカラ使うとね、これ、束になっちゃって、強さが出すぎるっていうか、眉をメインにしたい時はいいんですけれども、アイメイクメインにしたくてフェザーブローにする時は、必ずブローワックス使います。ちょっとだけキリッとしたの分かりますでしょうか。そして、あ、そうそう、メイベリのスパイキーコームね。そう。で、これを、グラデにします。こっちはアイエディションで薄くして、こっち側、もともと毛がちょっと薄めなので、スパイピキーコームでちょっと毛の太さを出していくんですよ。で、こっからこことここ今つなげたの分かる？ほら。そうするとグラデーションになってるの分かります？毛の太さ。で、わざとちょっと間引いてるっていうか、あんまり綺麗にしないっていう。あんまり綺麗にしないっていうのが難しいんだよね、きっとね。綺麗にしちゃうのよね、みんなね。こうやってわかる、今。毛がここら辺太くなってるのに、こっちに向かうにつれて、ちょっとだけ毛が、ちょっと薄めなの。いつもの私の顔でしょ。できた。そうよ。髪の毛をじゃあいきます。アムリターラの、ベジガーデンヘアワックスのナチュラルを使っていきます。椿油メインのオリーブオイルとシアバターと蜜ろう。私蜜ろう好きなの。髪の毛は基本蜜ろうよ。サイドね、これ前にも言いましたけど、私はサイドを潰したいので、サイドが丸くなっちゃうのいつも。いいんですけどね、丸くなったってなんだろうと。なんでもいいんですけど、あんまりもう最近もう自分へのこだわりが特になくなったようになっていいかなっていう。なので白髪もちゃんと生えてきたらもうグレーヘアにしようかなと思ってます。私のとても憧れている女性がすごい素敵なグレーヘアなので、本当に素敵な人がいるんですよ。年の取り方の素敵な人って作り覆ってる人今すごい多いと思うんですよ。素敵な年の取り方取ってるでしょ風が多いんですけれども、その方はね、そうじゃないんだよね。そうよ。だから私もちょっと素敵なグレーヘアになれるように頑張りたいわ。まだまだ頑張んなきゃということで Vlog チャンネル始めております。そうよ。まだ隠居生活は早いみたいなの。そうなの。うん、いい感じ。もういい感じっていうのはもう自然フラット、もうナチュラル、もうそれが今回の今日のテーマでございまして、眉毛もキリッとしつつもよく見ると結構抜けてるというかね。そうなんです。これが私のモーニングルーティーン、ヘア&メイクアップでございました。お楽しみいただけましたでしょうか。こういう感じでね、Vlog チャンネル、私のプライベート、いろんなものを出していこうかな、いろんなものというより、まあ、日常を出していこうかなと思
思っております。このチャンネルは、月曜日と金曜日に、公開されることになります。というのも月曜日はですね、皆さんがやっぱりお仕事行くのにちょっと憂鬱になってる日ということで、私の動画をご覧いただいて1週間頑張れるっていう気持ちになっていただくため の月曜日公開、そして金曜日は1週間お疲れ様でしたということで、まあ1週間の疲れをね、私の動画で撮っていただけたら嬉しいなということで、月曜日金曜日公開になります。皆様の、勇気や元気、そして人生の活力になったら嬉しいなということで、これから Vlog チャンネル頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。